い、どうもリンゴです。今日は、ハリネズミちゃんのね、名前が決定したのと、ちょっといろいろ買ってきたので、それをね紹介していこうかなと思います。ということで、はい、いろいろ買ってきました。まず1個ずつ見ていこうか。はい、これはね、水やり用の、あの水がね、これここに貯めとくと出てくるやつだね。しかもこれヤドカリ用なんだけど、こうよくあるペットのあのちょん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 って、いや玉ついてて出るやつ、これか、これ見せたら早いか、これがちょっとね、水漏れするので、ちょっとこれあんまり良くないなと思ってこっちにしました。はい、とこれはね、ちょっとグロ注意です。ミルワーム、これもグロ注意ですね。ミルワーム、生き餌を食べるので、なんか慣れさせるのに買いました。あと結構活発なことが分かったので、回し車を買いました。と砂浴びするかなと思って、砂、あとトイレをちょっとずつ覚えそうだったので、トイレ、そしてまだちょっと威嚇されるので、グローブ、そして一旦こう掃除するときとかに入れとく用のケース、そしてあとは、ちょっと名前をね、いろいろ決めたので、その名前をデコレーションするのに、この辺グルーガンと、グルーガンとこの辺、デコレーションのものを、あとグルーガンのスティックとかねを買ってきました。はい、ということで早速やっていこうかなと思います。はい、今はねこんな感じになってます。で、ここに、ここ開けてても大丈夫っぽいんで、開けた状態でこの上にはみ出た状態で滑車、あの回すやつが置けるようにしようかなと思ってます。ここね、ここ開けれるんで、ここに回し車を置いていこうかなと思ってます。で、どちらにしてもレイアウトを変更しなければならないので、一回、ここからね出さなきゃって感じですね。なので今出すための準備をします。じゃあ早速、刺されないような対策に、これですね、両方つけました。で、今回は、ちょっと一回この砂引いたこの砂場にね入れて、ちょっと隔離したいと思います。あー、ごめんね、ほんとごめんね。ちょっと失礼ね。いやー、そうなるよね、これがね、匂いを覚えさせるために、私が使ってた枕のカバーをこんな感じで、ごめんね、すごい怯えてる。一旦この砂場に入れておきます。よいしょ。ではまず、掃除から始めていこうかなと思います。よいしょ。Thank you.
けて名前を書いてデコっていこうかなと思います。名前用のシールを買いました。名前なんですが、貼りながら公開していきましょう。まあね、ほぼほぼこの間の動画で言っていた名前になってるんですが、あだ名としてですが、本名はミーと名付けました。ミー伸ばし棒ですね。これ早かったな。で、これはあだ名としてにはなるんですが、よいしょ。ちょっと伸ばし棒が剥がせるかな。はい、では、名前はみーちゃん、みーちょんになってます。呼ぶときみーちょんで呼ぶことにしています。で、本名はみーですね。なのでみーちょんって呼びます。みーちょんの棒、まあここは普通ですよね。
はい、ということでみーちょんのお家です。ちょっと斜めだな。これをもうちょっと下にして、これでいい感じかな。うん、いい感じ。みーちょんのお家です。あとはちょっとこの辺をデコレーションしていきます。完成。どうですかね、可愛くなったんじゃないかな。ちょっとただこの生クリームがね、固まるのかちょっとわからない。多分固まるはず。あ、あと最後に一個だけ貼ろう。完成。わー、はーい、こんな感じで。ではあとは、ゲージの方に入れたりとかしていきたいと思います。はい、ということでみーちゃんのお家ができました。みーちゃんのお家、そして、あそこにお水と、ここに、回し車、そしてあそこに餌、そしてここにおトイレで、シェイミーを置いています。で、外観から見るとこんな感じ。身長あまり高くないので、ここから出てくることはほぼほぼないです。なので出てこないように、調整をした状態ですね。で、こんな感じで中が遊べます。今みーちゃんはね、あの中に、もうお部屋の中にいますけど、夜行性なのでね、今寝てますね。はい、こんな感じで完成しました。あとはちょっと定期的にミルワームをあげて、ちょっと夜起きてきた時にミルワームあげてみようかなと思っています。はい、ということでまたこのように作っていったら、このように動画撮っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。では以上、リントでした。
バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。